アクタスで商品開発をしています渡辺宗代と申します。今日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。今日は最近、インテリア の業界の中でもすごくトレンドになってきている、セラミックを使ったテーブルの、良さだったりとか、インテリアに対してどんな風に取り入れていくのがいいのかな、皆さんにご紹介できればなと思っています。水分に強かったりとか、あと拭けば綺麗になったりとか、お皿のような性質を持ったダイニングテーブルって思っていただくと分かっていただきやすいかなと思っています。ダイニングテーブルは主には、まず木材で、次にメラミンですね。はい、結構こうプリントでいろんな表情、石目調があったり木目調があったり、結構シンプルな白とか樹脂の素材みたいなことですかね。そうですね、樹脂質になってます。なるほど、はい、あとは、ガラスですね。非常にクリーンで美しい表情のガラス、あと大理石、とってもラグジュアリーな、はい、表情ですね。であとは最後に今日ご紹介するセラミック、この5つがよく採用されているダイニングテーブルの素材かなと思います。今日はご紹介したいテーブルが3つあります。セラミックの魅力みたいなことを、モデルを紹介しながらご紹介できればと思います。まずじゃあこの DW テーブルっていう、テーブルについてなんですけれども、セラミックって非常に扱いがしやすくって、傷にも強いしみたいなところで、それをもう商品名に閉じ込めたのが DW テーブル、ドントウォーリーテーブルっていうテーブルになっています。商品のデザイン の特徴としては、セラミックが薄い分結構こうすっきり見せられるインテリアを演出しやすいんですね。で今回 DW はシンプルな A 形状の末広がりの形状にしているので、どこから見た時も結構こうスタイリッシュですっきりした感じに見せやすいっていうところと、あとは以前ダイニングテーブルの選び方っていう、YouTube でもお話しさせていただいたんですけれども、結構住宅環境の中で端っこに足があるとテーブルへのアクセスがしにくいっていうのがあるので、足をこう控えることで出入りが非常にしやすいみたいなところも、非常にポイントになっているレッグのデザインになってます。基本的にはこういったスチールのフレームになってくるので、結構推奨したいのはチェアに関してもこういったスチールのものを取り入れたチェアが相性がいいかなというふうに思っています。はい、使い勝手の面でいくと分かりやすくポイントが3つありまして、はい、まず傷に強いです。水分に強いです。非常に染みにくい。大理石のものとかも基本的にはこう強い印象があるんですけど、はい、水しみができたりとかするって聞いたりするんですけど、そういうこともないってことですか？そうですね、大理石もコーティングでかなり強い方かもしれないんですけれども、コーティングが色が変わったりとかくすんできたりとかはあったりするんですけど、セラミックはもうこれで、陶磁器のものを焼いているので、ここから変化するっていうことがもうまず起きにくいっていうところがあるかなと思います。はい、であとは、熱に強い、例えば土鍋とかああいったものも陶磁器ですけれども、熱しても全然耐えられるっていう環境なので、鍋をそのまま置いてしまっても、あ、そういうことですか、大丈夫です。はい、水に強くって傷に強くって熱に強いっていうのが、すごく最大の魅力かなと思います。焼くときに、お皿もそうなんですが、釉薬をかけますよね。ガラス質のものをかけて焼いて、それを焼くことで固まってコーティングされるっていう考え方なんですけど、表情としてはこういう石目調の質感を施したものだったりとか、あとはこういうふうに少しその釉薬自体に凹凸感、質感があって凹凸を感じるものであったりとか、あとは例えばその一度焼いた後に表面のデコボコしている部分を磨いて、こういうふうにキラッと輝かせるみたいなこともできたりとか、テクスチャーに関してはすごく追求がされている素材ですね。木にはなくて、ガラスにもなくて、セラミックが持っているいい部分かなとは思います。では次にこちらをご紹介させていただきます。こちらはホースシューテーブルという、テーブルになりまして、アクタスで長らく展開してきているホースシューシリーズに今回新たにセラミックという素材を天板に採用しているモデルになります。デンマークのハンス・サンガン・ヤコブセンという、方にデザインしていただいているんですけれども、実
先ほど の DW と比較すると優しい印象をこちらは受けるかなと思っていまして、ポイントポイントのディティールに例えば足の部分、先ほどと同じ A 形状なんですけれども丸棒で柔らかい印象になっていて、木の表情も見えるかなと思うんですけれども、あとセラミックは乗っているんですけれども、こういった部分にホースシューのデザイン的なこういうラウンド形状が取り入れられていることで、ホースシューでは優しさをこう演出していくような方向性に仕上げています。はい、こういった木の表情が自然と出ているチェアとの相性も非常にいいかなと思っています。セラミックも実はいろんな作られているメーカーさんがありまして、今回採用しているのはイタリアのラミナムさんというところの、セラミックを採用しています。セラミック自体のこの少しサラッとしているんですけれども凹凸感を感じるようなこのテクスチャーみたいなものは、なかなかラミナムのセラミック以外では表現できない質感かなと私もいろいろ見て感じています。やっぱり傷に強い、熱に強い、水に強いっていう特性とこの表情豊かな側面を合わせ持った、すごく優秀な素材かなとは思います。食事するときにフォークとかナイフとかって使うと思うんですけど、なんかこういったもので例えば仮にこうやって引っかいちゃったとしても全然傷がつかないというか気にしなくていいみたいなところも非常にいいポイントかなと思ってます。お子さんがちょっとこう引っ掛けちゃったりとかしても、傷がつかないってことですね。そうですね、表面硬度が非常に硬いので本当に優秀な素材だと思うので、外装に使われたりとかキッチンに使われたりっていうのはそういった理由ですね。非常に今後インテリアのテーブルに限らず、内装もそうですし、いろんなアイテムに対してきっと貢献度が高い素材になってくるんじゃないかなと思っています。では3つ目のテーブルですね。こちらは以前にも YouTube でアクタスで紹介させていただいたことがあるイタリアのポラダという、ブランドのテーブルにセラミックを採用したモデルになっています。このセラミックも実は先ほど のホースシューと同じラミナムのセラミックを採用していまして、このセラミックはこう石目調になっています。これスピンっていうテーブルなんですけれども、下からぐるーっとこの美しい表情で上に向かって巻いていっているような、そういった造形が美しいテーブルに非常にすっきりとした印象のセラミックを合わせることで、天板も美しいですし、足の表情自体もよりオーガニックな部分が生きてくるかなという、そういったテーブルに仕上がっています。このセラミックは特にずっとロングセラーで大理石なのかなって見間違えるぐらいのテクスチャーかなと思います。今これは 3.5 ミリっていう厚みなんですけど、木材とか、大理石とかってそんなに薄くしちゃうと構造的に持たないっていうのはあって、そうするとどうしてもこうある程度テーブルのデザインって表情が決まってくるかなとは思うんですが、セラミックの場合はこういうふうに薄く作って、非常にこう軽快な印象に見せることができるので、スピンに関しては造形が美しい足と非常にスタイリッシュな天板というところから優しい印象も持ったテーブルかなと思います。ありがとうございます。普段食卓を囲まれている時とかにもしかしたら、お子様がいらっしゃってテーブル傷ついたりしたら嫌だなとか、例えば食べ物こぼしちゃったりとかっていうのをちょっとでもそういう不安材料とかを取り除ける側面も、セラミックにはあるかなと思っています。選択肢の一つにまずはセラミックを取り入れていただくためにもお店に来ていただいていろいろご相談できればなと思っています。じゃあ今日は、商品開発の渡辺からお届けいたしました。ありがとうございました。